皆さんこんにちは、イラストレーターのみりんです。今日は改めまして、自己紹介プラス質問コーナーということで、私のことをもっと知っていただけたら嬉しいなと思い、このような動画を作成しました。質問はインスタグラムのストーリーズで、みりんへの質問ありますかっていう風に聞かせていただいた中からいくつかピックアップしてお答えしていこうと思います。前半はイラストレーターとかイラストのことについて、後半は私のプライベートな部分についてお話しできればいいなと思っておりますので、よければ最後まで見ていただければ嬉しいです。ではスタートします。じゃあまず基本情報からお伝えしようかなと思うんですけれど、名前はみりんと言います。兵庫県在住のイラストレーターをしています。普段はお仕事は別にやりながらイラストレーターのお仕事もしているっていう二刀流でやっています。誕生日は1995年の4月23日生まれです。今26歳になりました。血液型は A 型です。名前の由来めちゃめちゃ聞かれるんですけど、あんまり特になんか理由とかなくてなんかなんとなく、ミリにしようっていう、なんかあんまり理由はないです。はい、じゃあここからは質問にどんどん答えていこうと思います。はい、お気に入りのイラストは最近描いた中だとこれとかこれとかこれとかがお気に入りのイラスト、結構可愛く描けたんじゃないかなと自分なりに思っています。描くのが得意なイラストはそうですね、こんな感じとかこんな感じみたいな、ほわほわしたちょっとほのぼのしてて優しい雰囲気のある、見てくれる方がこうほっこりほのぼのするようなイラスト描くのが得意、好きです。はい、絵の仕事について教えてほしいです。ありがとうございます。絵の仕事は、似顔絵屋さんをやったり、ロゴを作ったり、あとは結婚式のイラストを描かせていただいたりとか、あとはちょっとこれ写真は見せられないんですけれど、お店のギフトボックスの包装紙のデザインだったり、ギフトカードのデザインとか、あとは文字を書くお仕事もさせてもらってます。これからもどんどんいろんなお仕事にチャレンジしていきたいなと思っているので、よければ、ご連絡お待ちしております絵を描く道具なんですけれど、基本私は iPad と Apple Pencil を使ってイラストを描いています。なんですがアクリル絵の具を使って絵を描くこともしています。作品はこんな感じです。絵を描くコツ、はあ、難しい。絵を描くコツ、そうですね、めちゃめちゃ難しいんですけど、なんかまた別の動画でこうポンと出そうかなとも思うんですが、一つだけ私がこれ絶対いるぞって思うのが、とりあえず楽しく描くことかなと思います。なんか嫌だったり嫌な気持ちが大きくなっちゃうと、描くのめんどくさとかも嫌だな、やりたくないなとか、もうしんどいなっていう気持ちが先に来ちゃって、描けなくなってきちゃうことがあると思うんですけど、やっぱ絵を描くのって続けたり毎日描いていたりとか、すごいそういうのが大事だと思うので、楽しんで毎日描きたいとか、暇な時は前絶対描きたいぞみたいな気持ちが一番大事かなって思います。次、こちらスランプの話。スランプめちゃめちゃあります。超あります。なんならもうめちゃめちゃスランプなってて、もうしょっちゅうスランプでもうわーってなってるんですけど、私がスランプから抜け出すのはもうひたすら描き続けるって感じですね。もううわーって描い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 て、20枚30枚の中からお気に入りの1枚を見つけるみたいな感じで、いっぱい描いてとりあえず出す、描いて描いて描いて描く描く描くっていう感じで、いっぱい手を動かすことにしています。絵を描くのはもう昔小学校とか幼稚園の頃からずっと好きで、もう小学生の頃にはなんかね、ミニ漫画みたいな動物のミニ漫画みたいなのを学校新聞みたいなやつに書いたりとかしてました。次、はい、学校には通っていなくて、ずっと建築家になりたかったので、建築系の学校にずっと通ってました。なのでなんかイラストの勉強というよりかは、なんかデザインの勉強とか、こうインテリアだったりとか、お家の設計とか、そういう風な勉強はたくさんしてきたんですけど、絵を描くっていう勉強はしたことはないです。なのでイラストは完全独学でやっています。次はじゃあプライベートなお話をやっていこうと思います。彼氏はもうかれこれ 5,6 年ぐらい一緒にずっと住んでる人がいます。
ずっと見てくださってる方は知ってると思うんですけど、醤油さんっていう、まあ、仮の名前でみりんと醤油さんっていう感じでやってるんですけど、醤油さんはもう普通のお仕事、普通にお仕事だけをされてて、会社員をされている方です。どこが好きか、難しいですが、めちゃめちゃ優しくて嘘をつかなくて、私に真摯に向き合ってくれるところが好きです。次、落ち着く場所は実家とカフェ、スタバとかめちゃめちゃ行きます。わー、恥ずかしい、ありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しいです。次、部活は中学校が美術部、高校が茶道部でした。好きなアーティストさん、うわめっちゃいっぱいいるんですけど、強いて、いくつか選ぶとすれば、クリーピーナッツ、女王蜂、クリープハイプが好きです。好きなドラマ、難しい、好きなドラマはスペックと昨日何食べた、今やってるやつだったら恋ですがめちゃめちゃ好きです。次、わーありがとうございます、照れます、めちゃめちゃ嬉しいです。次、おすすめのコスメ、ちょっと人様にお見せできるようなちょっと代物じゃない、本当にめちゃめちゃずっと使ってるやつなんで、ちょっと恥ずかしいんでモザイク着ようかな。あのラカのアイシャドウなんですけど、03番、ピクニック、中が本当にちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、引きでこんな感じのお色味なんですけれど、これがめちゃめちゃ使いやすくて、なんか綺麗に発色してくれてとても好きです。次、苦労したことは仕事ですかね。仕事めちゃめちゃこう忙しくて、特にこの春とか去年とかはもう本当にすごくて残業とかもめちゃめちゃ残業もしてたし、こう仕事の量もすごく多かったし、やってることもすごい難しい大変なことが重なったりとかしていて、すごいしんどかった時期が長かったかなと思うので、それが結構苦労、それをこう環境を改善するのに苦労したっていう感じですかね。イラストを描いててよかったこと、わーやっぱりたくさんの方に見ていただけて、可愛いよとか、わー素敵とかっていうコメントいただいたり、いいねいただいたりするのめちゃめちゃ嬉しいし、あとはお仕事でこう書かせていただいた時に、わーめっちゃ頼んでよかったです、めちゃめちゃ可愛いです、ありがとうございますみたいな感じで、いろんなねお声をかけていただけることが、わやっててよかったなとかってめっちゃ本当に思います。これからももっともっといっぱい活躍できるイラストレーターになりたいなと思っています。はー、ありがとうございます。はい、ということでめちゃめちゃ嬉しいです。ということで皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。いろんな質問にいろいろお答えしてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。少しでも、私のことを知っていただいたりとか、気になっていただければめちゃめちゃ嬉しいなって思います。みりんのことを知れてよかったよとか、そんな一面もあったんだねって思ってくれた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画にでお会いできるの楽しみにしております。インスタグラムやツイッター、TikTok、 なるべく毎日投稿したいなと心がけております。よければまた見に来てもらえたら嬉しいです。じゃあ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。みりんでした。バイバーイ。